るぞ。そこにおるのか。ああ、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。先ほどの御神か、母の相手をしてくれ。かたじけない。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。